universosencilla.com.遥か神話の時代、この世界は神々によって治められていた。神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。神々の熱き戦いにおいて、地上を治める戦いの女神アテナを常に守り、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士、セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。だが漁港の弟アーレスはアテナの化身を殺害しようとする。しかしアテナ殺害は寸前のところで、次期漁港候補であるサジタリアスのゴールドセインとアイオロスによって阻止される。アイオロスはアテナを守るべくサンクチュアリ脱出を決意するが、アーレスの策略により反逆者の汚名を着せられてしまう。アイオロスへの追撃は熾烈を極めたが、かろうじてサンクチュアリ脱出まであとわずかのところまでたどり着く。その時アイオロスの前にゴールドセイントが立ちふさがった。カプリコーンのゴールドセイント、シュラである。死力を尽くし突破を試みるアイオロス、かろうじてシュラの追撃を退け、サンクチュアリを脱出するも、この戦いで致命傷を負ってしまうのだった。レオリのアイオロスはサンクチュアリにほど近い神殿跡まで逃れるが、もはや彼の命の火は燃え尽きようとしていた。その時アイオロスはグラード財団総帥木戸光政と運命的な出会いを果たす。アイオロスは全てを光政に打ち明け、サジタリアスのゴールドクロス、そしてアテナを託すと、天命を全うしたかのように静かに息を引き取るのだった。アテナの成長と彼女を守るために集う真のセイントを信じて。そして13年の時が流れ、アテナの化身は光政の孫木戸沙織として成長する。時を同じく光政に見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、沙織のもとに集った。ギリシャよりペガサス聖夜、中国五郎邦よりドラゴンシキリウ、シベリアよりキグナス氷河、アンドロメダ島よりアンドロメダシュン、デスクイーン島よりシュンの兄フェニックス一騎。アイオロスの意志を継ぎ、地上の平和とアテナを守る。